皆さん、こんにちは。今回は未だ謎に包まれている異物、中空十二面体を紹介します。珍しい形をしていますが、一体どのように使われていたのでしょう。それでは早速見ていきましょう。古代ローマ文明には一生かかっても解明できない秘密がいくつかあると言われています。歴史家や考古学者たちが探求を続けていると、困惑するような異物を発見することも多いのです。そんな異物の一つが中空十二面体です。十二の平らな五角形の面を持つ、石や青銅でできた中が空洞の物体です。西暦2から4世紀のものとされており、中央ヨーロッパで100個以上見つかっていますが、その用途は分かっていません。300年以上前に初めて発見されて以来、様々な説がささやかれています。初めてこの物体が発見されたのは1739年のこと。イギリスのハートフォードシア州アストンの郷土史家が見つけました。ロンドン考古協会への彼の報告によると、その遺物は混合金属あるいは古代の青銅でできていて、十二の等しい面であるとしています。この奇妙な発見は古物研究家たちを色めき立たせましたが、さらに続々と発見がありました。その後次々と見つかったこの遺物は、大きさも作りも素材も違っていました。大きさは4センチから11センチ、重さは35から580グラムまで様々で、五角形の面には穴が開いていますが、この穴の大きさもまちまちです。五角形の角にはテニスボールより小さな丸い玉がついていて、面白い形のサイコロのようにも見えます。2016年までにベルギー、クロアチア、フランス、ドイツ、イギリス、ハンガリー、ルクセンブルグ、オランダ、スイスなどから116個の中空十二面体が見つかっています。その北限はハドリアヌスの頂上があるイギリス北部、南限はフランスのアルル、ジュネーブで見つかったものは銀でできていました。ローマ帝国の東ではこれまでのところ一つも見つかっていないのは興味深いと言えます。作られた年代は2から4世紀頃と思われますが、発見場所がバラバラであることや、書かれた文献が残っていないため、これは一体何なのか、歴史家たちは困惑しています。1987年、ブライアン・キャンベルという男性は、自宅の庭で中空十二面体を見つけました。ローマ軍のキャンプや神殿、公衆浴場、劇場や墓地、廃棄された高価の山から出てきたこともありました。アンティークショップで見つかることもありますが、その起源をたどるのは難しいのです。多くは絵が描いてあり、模様が施されていますが、その用途を類推できるヒントとなるような文字や数字はありません。ローマの文献にもこの中空十二面体については記述がなく、これらが掘り出された周りの土壌からも何もわかりません。科学的な発掘調査で出てきたものは2つだけで、そのうちの1つの現場は貴金属製品を売っていた店の跡と思われ、この謎めいた物体が貴重なものであった可能性が高いことだけはわかりました。200人以上の歴史家がこの謎の物体の正体について50以上の説を唱えています。武器の石というものもいれば、兵士がこれを通して離れたところにある物体を見て距離を測る測量機器というものもいます。この十二面体が主に見つかっている場所は、ローマ文明とケルト文明が重なり合ったガリア地域です。このことから、十二の五角形は宇宙と関連があるのではないかという説も浮上しました。しかし、角にノブのようなものがついているため、転がすこともできず、平面にも解読できるような文字もないため、予言や占星術のために使ったとは思えません。可能性があるとすれば、一日のうちの様々な時間に穴を通して入ってくる太陽の光を使って天文学の計算をするのに使ったのかもしれません。オランダの研究者シェラ・ワゲマンス氏は、同じような目的で使われた20の突如多面体である20面体と比較してみました。そして、北ヨーロッパでの冬の穀物作付けの最適な時期を決めるために、いくつかの十二面体が利用できることを様々な概算を通して証明しました。この遺物にろうの残りカスが残っていることが分かったため、ろうそく立てとして使われたのではないかという説もありました。しかし、ろうの痕跡はこの遺物を作った時の鋳型の跡である可能性があるため、おそらく違うでしょう。それに、ろうそく立てのようなものはイタリアのような場所ではよく見つかるものですが、この十二面体は古代ローマ帝国のほとんどの地域ではなぜか見つかっていません。他にも編み物や装飾を施す道具といった説もありますが、いずれにしても根拠に乏しいのです。おもちゃなのでしょうか、
一見けん玉に似たフランスのビルボケに似ていなくもないです。聖なる宗教儀式に使う大切な道具という説もあります。クレタ島のイーデー洞窟で見つかった十二面体は水晶でできていて、十二面には穴ではなくギリシャ文字が書かれていました。この小さな中空の物体はお守りとして身につけたか財布につけて持ち歩いたという人もいます。いろいろな説を唱えるのは自由ですが、2000年前のこの奇妙な形の人工物がどのような使われ方をしたのか現代の私たちが突き止めるのはなかなか難しいのです。いつかより深く調査が進み自由な発想力を働かせれば、考古学最大の謎の一つであるこの小さな球体の秘密が明らかにされるかもしれません。最後までご視聴ありがとうございます。いかがだったでしょうか。よかったらチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。